ビトロルは、フランス、プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、ブーシュイコール・デュローヌ県の都市、ベール湖の東岸に位置する、マルセイユ・プロバンス空港、エクス・アン・プロバンス TGV 駅が近い。ビトロルは、サロン・イコール・ド・プロバンス、エクス・アン・プロバンス、マルセイユの3都市をつないだ三角形内の中間地点にあたる。空港と高速の間の塩水の湿地は、 面積が小さいにもかかわらず年間を通じて多様な鳥類が集まる。ビトロルが歴史上最も古く記されたのは994年のサンビクトルとマルセイユ修道院の特許状大町においてカストラムクワドボカトゥアビトロラの名であった。ビトロルが建設されたのはローマ帝国崩壊後の5世紀である。ビトロル一帯の住民はゴート族、フランク族、 サラセン人など野蛮人の侵略から自らの身を守る方法を探していた。彼らはアルボワ山地の高台を見渡せるピンク色の花崗岩の陰に隠れた。村の周囲を二つの門のある城壁が取り巻いていた。南のノートルダム門、西のポルタル門であった。中世のビトロルはプロバンス博の称号を得た様々な家系に継承された。3000ギルダーで売られていたビトロルは ナポリ城を序盤な一世に没収された。中世に、花崗岩の上に、ノートルダムドビ教会、サラセンの塔が建設された。後、プロヴァンス伯領に返還され、1461年に、プロヴァンス伯領全体は、フランスをルイ11世により、フランスに併合された。フランス革命までの村の名は、ビトロルレ・レマルティーグであった。1802年、正式に、 ビトロルの名となった。19世紀の間近代化が進められ、平均して人口1000人ほどであった。1950年代まで人口は減少傾向であったが、マルセイユの開口拡張でベール湖周辺に工場が集まるようになり、回復に転じた。ホスシュルメールの港が発展すると、ブーシュイコールデュローヌ県西部の前例のない成長が始まった。国は、 ベール湖周辺にニュータウン建設の構想を練り、フォッシュルメールやイストル、ミラマ、ビトロルで建設が始められた。公営住宅が次々と完成すると人口は劇的に増加した。工業地帯の完成とフランス領アルジェリアからの帰還者によりニュータウンが占められた。1997年から2002年まで。 極右政党国民戦戦所属のカトリーヌメグレが市長を務めた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。